先日、いわれのない中傷を受けました。大西隊長に、簡単で、美味しいレシピを伝えたのですが、その放送中。このレシピを教えてくれた方も、実際に作ったことないと思うんですよね。何の根拠があるのでしょう。これはお詫び案件ではないでしょうか。大西ポイント5倍キャンペーンを要求します。